日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの？レジャーの夏、リエの日本大捜査、サマーバケーション in Japan。 今週は香港を出発して約3時間半、日本の玄関口成田国際空港。全ての物語はここから始まります。ジャパナビ、誰でも気軽に行ける鉄道の旅、北東北三県夏物語第1章。わー、久しぶり、成田空港。広いね。広いよね。なんかすごい賑やかな、カラフルになってんね。じゃあ電車の出発。わ、その前にこちら旅行服務中心、なぜお買い得情報がたくさんここにあるから。そうだよ、見た方がいいよ。そうだよ、あ、お得情報たくさんある。お得情報が詰まった魔法のお店です。お久しぶりです。こんにちは。こんにちは。 お久しぶりって、うん、知らないの？知らないです。初めて。あ、こんにちは、ジェムです。鉄道お買い得情報の王様です。へー、鉄道着想王。今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何か外国人向けのお買い得商品みたいなものを紹介してほしいんですけど、はい、皆さんのためにいっぱい用意してありますよ、はい、まず最初はですね、はい、東日本、鉄道乗り放題の切符。東日本鉄道乗り放題、うん、その切符ですと青森から長野も行ける、新潟も行ける、熱海も行けます。へー、いっぱい行けるところあります。本州最北端まで行けちゃう。そうです、いいね。それから次は、はい、関東乗り放題切符。関東エリアを乗り放題 で、もうちょっとちっちゃく、うん、東日本乗り放題よりもエリアがちっちゃくなる、うん、それから、うん、7月から新しい切符できます。7月から新しいもの、どんなもの、はい、富士山往復切符。富士山に行く時の乗り放題切符、うん、そうです。富士山、富士山って富士山の方に着いてから割と鉄道がない場所もありますよね。この切符はね、バスが乗れるんです。バスが乗れる。あ、バスも、バスも乗り放題。そうです。じゃあ、はい、富士山行きましょう。行かないよ。これは視聴者の皆さんへの情報だけ。あー、ベレが情報。まあ、これはじゃあ、あの、この富士山の往復切符を視聴者プレゼントにしたいと思います。はい、ぜひ、うん、私決めました。いいですか？いいですよ。で、私たちは今回東北に行くんです、はい、東北に行くとなると関東エリアだとダメですね。ダメですね。はみ出ちゃう、はみ出ちゃう。東日本乗り放題切符、乗り放題切符がお得ですね。それならば、はい、皆さんの旅行にぴったりだと思います。ぴったり、はい、何度も乗り降りできて、できていろんなところで遊びに行ける。そうですね。じゃあそれをお願いします。はい、わかりました。じゃあこちらへどうぞ。はい、イエース。じゃあティンピュー、ティンピュー。あ、簡単じゃん。お、安い。今回全部だけなんだ。私ないんだ。香港も長いこと住んでて、香港の永住権も持ってるし、でもなんか私はもらえないな。さて、あのね、よくね、香港の友達ね、たくさん来るんですよ、はい、で、東京周辺だけで遊びたいければ何かありますか？ありますよ。成田エクスプレスとオクトパスと同じスイカカード。オクトパス、よくしてますね。これで、JR、メトロ、バス、ショッピング、すべてできます。おー、すごいお得。うん、これ中身も入ってる。入ってますよ。カードの中、お金も入ってる、うん、お金も入ってます。もし成田じゃなくて、はい、羽田に着いた場合はないんですか？羽田の場合はですね、成田エクスプレスじゃなくてスイカ&モノレール。モノレール、モノレール、モノレールがあるね、うん、ありますよ。でも奥田さんに会いたかったら成田に来ないとダメですね。あ、そうだ。あ、会いたいんですよ。会いたいんですよ。もし、はい、日本語できない外国人のお客さんだったらどうなりますか？うちには中国のスタッフ2人いますから大丈夫です。あそこでもジョンマンに書いてある。あと、インマンもできるね。そうですね、英語も。英語は全スタッフ。全スタッフ。中国語の対応の方がもしいらっしゃらなくても、ボーマンタイ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 、わー、よく知ってる。大丈夫です。ジャパナビ、北東北の旅、いよいよ出発。今回は個人旅行に便利な鉄道乗り放題パスを活用し、新幹線とローカル線を使って岩手県、青森県、秋田県をこのように周遊。まずは成田空港から日本の首都東京を目指します。しっぽいね、この列車。かっこいいね、成田エクスプレス大好き。じゃあこれからどこ行く？これからまず空港から東京まで約50分。東京にまず到着。よし、秋葉原行くぞ。何しに？ AKB 見に行こうよ。会いたかった、イエイイエイイエイ。
ジャパネビはそんな楽な仕事じゃないよ。え、行かないの？行かないよ。まずは東京で乗り換える、そしてその後皆さんに東北を紹介することが私たちの今回のミッションです。東北の旅、東北の旅、いいね。まずどこ行く？まずは仙台。でも最後は東京戻ってくるの？戻ってくるよ。じゃあ、はい、ちょっとカメラ屋さん寄ってこう。そうだね、東北でいっぱい遊んで最後に東京で我れだい我れがーん、買い物買い物の写真で私の、ね、旅のスタイルです。成田空港から成田エクスプレスで50分、東京駅。そこから東北新幹線に乗り換え1時間36分、東北地方最大の都市仙台到着。仙台で一晩過ごして翌朝仙台駅から東北新幹線やまびこ号に乗車して32分、北東北3県最初の地岩手県に到着です。到着しました。イエーイ、ここの駅は一ノ関駅でございます。やっこんせきや、やっこんじゃおやっこんらほえこのこと、やっこんじゃおやっこん岩手県、うん、岩手県、うん、あ、ここ岩手県なの？岩手県です。東京じゃないの？東京じゃないよ、新幹線乗ってきてない。そうか、早かったよ。早かったね。じゃあ本日行きましょうよ。よっこそ温泉街行きましょう。まだ行かないよ。マジ？その前に、うん、まず観光。観光、はいや。はいよ、世界遺産も。そうね、世界遺産。じゃあ行きましょう。行きましょう。じゃあ、ゴー、ゴー、出発。ちょっと待った。世界遺産へ行く前に一ノ関駅からまず向かうのは日本の史跡名勝天然記念物。高さ100メートルもの断崖絶壁が両岸に2キロ続く自然の芸術、芸美渓です。うわー、気持ちいい。ここ太極拳とかやりたくなるね。そうだよ、ここカメカメハ練習したら上達になるよ。すごい。あ、これも壊せるようになるよ。ダーン。今回はしませんね。しない、ね、東北の景色あるね、こういう感じ。東北は景色が超有名だから撮影スポットがたくさんあるよ。写真いっぱい撮らないと。あ、写真撮った後フェイスブックにアップ。それはいい趣味だね。はいや、ライク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 、ほどライク、ね、ほら、あれなんかある、お、なんか売ってる。ほんとだ、お土産屋さんかな。オラオラ、食べ物です。ビスケット、トチベン。はい、トチベンじゃない。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。はい、これは何ですか？食べれないんですよ。食べれないんですよ。楽しんでいただくための運玉ってね、運玉飯をするんです。運玉、はい、運の玉、はい、運玉。それ7文字あるんですけどね。はい、7文字。7文字のうち、本当だ、いろんな。100円入れて5文字選んでいただくんですが、うん、あ、7個の中に5つを選ぶ。はい、服、願う、愛、恋、中、運、縁。おー、いい言葉ばっかりだね。そうしたらどうしましょうか。あそこに穴があるんですけど、はい、あの穴にね、あの穴、そして幸運を願って、あの穴を狙って入るともちろんいいことがある、うん、入らなくても近くに行けば近々いいことある。おお、そしてまた岩にぶつかってパッと裂けて落ちた場合は普段のイライラのストレス解消にもなりますから、ここに来た時はもう思いっきり楽しんで運ダメージをしてください。あ、じゃあ入れなくても OK っていうことだ。そうです。でもどうせなら入りたいね。でもね、僕ストレス溜まってるから。あ、ぶつける。全部流れは、これ5つ、5つだけです、ね、どこ選んでってください。あ、じゃあでも難しいね、7つの中から2個諦めなきゃいけないってことだ。じゃあ僕も円と運がいらないわ。いらないの？はい、こいいよ、行こう、投げよ。選びました。私は願いと寿と運と福と縁。なぜかというと、さっきおじさんが教えてくれたんだ。恋と愛は自分で掴むもの。なるほど。だからその2つを抜いて。そっか、うん、あなたは？僕は？うわ、全部同じ。そう、顔に似てる。うわ、フォフォアレー。おや、フォフォアレー。いやー、ね、投げましょう。投げましょう。あの花、簡単そうだよね。簡単そうで絶対当たらないよ。じゃあ願う。えい。なんじゃこれ。うわ、ほら、顔に落ちるし。難しい、届かないんだ。ことぶき中。あ、全然ダメだよ、落ちるよ。円、円、円、どうしよう、円。ゆな、ゆんらいちやうふぉん。はい、れ、あー、オーモンスター。もう少し、もう少し近い。じゃあ、チャーティスや、ワン、ワン、ワンジュンキンクワン。あとー、ウェーアンショウン。全然、なんか今割れたよ。いや、かわいそう。
いい。The last chance. フォトン。や、イーさん。えい。あ。リエさん。There's something you don't know. Get out. 何やる？うわ。全部落ちた。全部ダメだよ。しかも随分下の方だよ。全部落ちました。わこわこわわわわ。もう一回買おうか。そう。もう一回。はい、皆さん。もう一回。皆さん。あの人。あ。ちょっと。おお。こんにちは。こんにちは。ええー。お父さんですか。そうですよ。お父さんですよ。かっこいいですね。ということはここでもしかして船に乗れる？船下りですか。船下り。こんな景色の中で。こんな景色。綺麗な、すっげー。すごい。綺麗でしょ。もうなんかすごい、もうこの岩とかもずっとすごいですよね。いろんな岩ある。ここはね、全体がもう岩にこう囲まれてるからね。それを見ながら船で進んでいくことができる。リエさん、これ言いたかったでしょ。読んでみて。獅子ヶ浜。あ、獅子ヶ花。獅子ヶ花、はい、これどこにあるんですか。花はね、ほらほら、向こう見てください。はい。あの茶色い。本当だ、本当だ、鼻に見える、ね、すっごい。見て、これ、これくすぐってるよ、今。本当だ、こういう感じ。鼻めっちゃ垂れてる。似てる、似てる。ほんと、似てる。なんか、獅子の鼻というより人間の鼻に似てますよね。ね、僕の鼻なんですよ。そして、いろんなこういう岩があるんだよ。え、いろんな岩ありますか。そう、ここもう岩がね、やっぱり全体ずっと岩です。どういう風にたくさん見れるんですか。船で。じゃあ船は？船はね、向こうですか。向こう。お願いします。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。はい。はい、来週は？あの、私は歌を歌うんですよ。あ、歌うんですか？マジ？歌ってください。佐藤さんの番です。じゃあ、はい、やりましょうか。はい、お願いします。はい、せーの。あ、ちょっと佐藤さん恥ずかしかった今。かわいい。ジャパナビ、北東北三県夏物語。来週もお見逃しなく。どー